言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。朝起きたばっかりでちょっと寝ぼけておりますけれども、ラジオ配信で失礼いたします。ちょっと仕事が立て込んで動画撮れるか分かりませんのですけど、これは語っておきたいんでね。まずマーゼルワンマンツアーの当落発表という形で昨日ありました。私も申し込んでおりましてね、でまあこちらの方なんですけれども、グランパンパース当選させていただきました。ありがとうございます。はい、参加するところは東京ガーデンシアターですね。ミューズの皆様お邪魔いたしますということで、いやーなんか嬉しいなっていうところと、ただマーゼルをずっと応援してきた皆さんというかね、 X で、まあ当たらなかったっていう形で言ってらっしゃる方もたくさん見たので、そうだから喜ばしいっていう部分含めて、もうがっつりとミューズとして応援してきた皆様にも当たってほしかったなっていうところ含めてなんですが、私もミューズと最近は名乗らせていただくのも本当はおこがましいんですけど、ただマーゼルが本当に大きくなってもう世界にっていう感じの気持ちは私も嘘偽りなく持っておりますので、参加させていただこうと思っています。はい、7月4日18時30分で第2希望ですが A 席で当たらせていただきました。はい、そうですね、7月で夏もね暑くなってくる時期、梅雨もだんだん終わってくる時期だと思いますけども、おそらくこの時期なのでマーゼルも例えばそうですね、去年もサマーソニック出ましたけれども夏フェスとかねいろいろ出ていく時期かもしれないし、結構あれですね、思ってみると追加公演がもしかしたらある可能性もゼロではありませんが、なんていうかこの夏始まる前にいろいろワンマンツアーで経験積めるっていうのはすごくいいことだなというふうにも思います。BE:FIRST に関しても夏フェスとかに出て経験を積んだことが財産になり、認知度も広がり自信もついてっていうところもあったわけです。はい、なのでマーゼルも本当に2024年はマーゼル行くぞっていう感じで言ってましたから、今年の初頭のラジオマゼラジでも言っていたし、今ちょうど上がってるんですけれども、マゼ部屋の新しい一番新しいやつね、そちらの方でも言ってました。まあ CD 特典としてついてくるものが完全版になるのかな、ウインナーとオニオンと龍騎ですねなんかタイトルからして気になるわけだけど、ただ前編後編とあってね、そちらの方の、ウインナーとね、オニオンと龍騎のその部分っていうかね、龍騎くんが何がウインナーなのかなっていうところとか、そういうところはまだ見れていないので、多分それも見れるんでしょう。なんか龍騎くんもそうだけど、マーゼルメンバー8人みんな個性がすごく良くて、BE:FIRST もそうだけど、本当に個性豊かな8人が揃っていて、でしかも一番新しいそれを見た時に、この子たち本当にスターダムにどんどん乗せていってあげたいなと、道は厳しいけどね、でも不可能じゃないっていうか、簡単じゃないなら不可能じゃないっていうね、ミッションの曲の中でもありますけど、そういうことも考えたりいたします。はい、まあ、というわけでね、私もとにかく彼らを上に、もっと上にっていう風な気持ちは持っていますんで、参加させていただく予定でございます。ありがとうございます。というわけで、マーゼルについてもできる限り動画として上げさせていただいていきたいと思いますし、まあ私の特性上ね、その BE:FIRST だったりとか他のグループとかと一緒に語るっていうことも多くなると思いますけれども、まあ愛情を持ってというところではありますので、そこのところもご理解いただければと思いますし、でも当然マーゼル語るときはそのマーゼル中心に語りますし、
うん、そして愛情と、それからどうしても情報共有をしているっていう側面から、そういうパターンっていうのもねあったりするとは思うんですけれども、まあちょっと何件かねご指摘いただいたりした部分があったので、はい、まあちょっと濁しながら語ってるので言葉が分かりづらかったら申し訳ございませんが、そういう感じでございます。そしてですね、バラエティ番組といいますか、マーゼル出演をするような感じの話がございまして、エンティーム学園ですよ、うん、エンティーム学園3月23日土曜日からのもので、来週はといいますか、その公式の X の中で鍋プロ芸人さんたちとギャラクシー原宿へっていう風に書いてあって、エンティームが芸人さんのネタに挑戦、新たな才能が開花って書いてあるんですが、さらにマーゼルさんとのコラボもっていう風にあります。でこれについてはもしかしたらあれなのかなっていう風にちょっと思っている件が一個あって、ただちょっとまだわかんないので、それにエンティーム学園も毎週チェックをしているわけではないもんでね、ただちょっと考えているものはありますが、まあそれかもしれないし、それじゃないかもしれないということで、まあ非常に楽しみですね。マーゼルとエンティームもすごく相性がいいような気がしていて、いやなんていうのかな、まあ前も言ったかもしれませんが、特にそのエンティームのケイ君と、まあケイ君だけじゃなく、ウィジュ君、ニコラス君、タキ君もそうなんだけど、エンティームケイ君とマーゼルというとラン君が、まあちょっと顔立ちとか似てたりとか、そのキングっぽさっていうのもね、王者の風格といいますか、キングっぽさっていうのも似ているっていうところもあるんですけど、うん、ダンスバチバチでやるところとか、うん、それだけでもなくて、要するにケイ君に関してはエンハイプンのオーディション番組アイランドで、まあ、最終選考まで残ったわけです。でそこではデビューできなかったけど、その後のエンティームでデビューした。でまあ当然皆さんもご存知だと思いますが、ラン君はザ・ファーストの最終選考まで残ったわけです。でそこではデビューできなかったけど、その次のマーゼルでデビューしました。なんかそういった意味合いで、なんかね、なんだろうな、非常にエンティームとマーゼルなんか似ているところがあって、基本的にすごい明るい感じで、すごくね、しかもボケとツッコミが非常にこうねバランスよくいるっていうところとか、そういうところとかも結構似ているなっていうふうに思っているので、そう、なんかね、 BE:FIRST とエンティームもそうなんだけど、マーゼルとエンティーム結構絡んでいくと面白いんじゃないかなっていう気が結構していますね。なので非常に楽しみにさせていただいていただこうと思います。なお最新回ではスカイハイがパフォーマンスをしたのがどうやら入っているということで、スカイハイも非常にいろんなところに出ていて、私たちとしてもというかね、 BMSG 推しとしてはフットワークの軽さと、まあ彼が本当にいろんなところでいろんな可能性を見つけようとしているなっていうところは感じていて、ちょっと休んでほしいなっていうふうに思いつつも、すごい頼りになるなというふうに思っているところでございます。はい、というわけで、マーゼルの当落発表で、グランパンパス東京ガーデンシアター7月8日 A 席で当選させていただいたっていうところと、マーゼルがバラエティ番組といいますか、エンティーム学園に出るというか、そういう風な情報があったので共有をさせていただきました。はい、まあ寝起きでね、ちょっと眠いっていうところ含めて、まあヤシラツ抜いた後の腫れの部分もあってね、ちょっと喋りづらいなっていうところもあります。触んなければ痛くないんですけどね、ただもうなんか歯が痛いってよりも腫れた部分の方がちょっとこう喋りづらいっていう方の方が出てきましたね。うん、まあ明日とかには治るといいんだけど、まあそんな感じでございます。うん、はい、まあ顔出しする場合はマスクをしてっていう感じに昨日とかもなりましたけれども、まあしばらくはそんな感じになりそうですね。あとマーゼルに関して一番新しいマゼ部屋についてもリンク貼っておきますので、そちらもまだ見てない方ぜひ見ていただければと思います。うん、それからお金がかかるので無理にとは言いませんが、1個前2個前かマーゼルスターライトプラス
あの感想動画を上げさせていただきましたけれども、非常に素晴らしいライブをやっているので、あのぜひそちらも皆さんまだの方はご検討していただければと思います。マーゼルの他にもね、 XY だったりとか、あの末吉太さんだったりとかね、なんかこうオーディション番組とか、なんだったらAAAのね、何しろ社長とね並んでいた方がいるというか、さすがのライブでございましたし、そういうのもありますんで、うん、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。はい、ここまで見ていただきましてありがとうございました。マーゼルもどんどん盛り上がっておりまして、あのツアーも申し込みしましたし、結果が楽しみでございます。ここで皆さんにお願いがございまして、私グランパンパース現在登録者数2万人を目指しております。理由といたしましては、私もいろんなグループを情報を共有させていただく身となりまして、 J-POP カルチャーを世界にっていう部分で、特にボーイズグループ、その部分で私の動画も説得力が欲しいというふうに思っています。で、新規の方が来た時に登録者数が多い方が、あのこいつは信用できるなというふうにね、思っていただきやすいというところもありますので、そういう形で登録に関してあのご心配している方もいらっしゃるかもしれませんが、 YouTube 登録はあの無料ですし、あの登録したところであの変なサイトに誘導されたりとかも一切ございませんし、仮に私の動画が合わないなと思って解除した場合も、私に一切通知が来ることもございませんので、全然大丈夫でございます。はい、なのであの一度ぜひ登録をしていただければと思っております。で、もう登録してくださっている方は本当にありがとうございます。はい、マーゼルも含めて応援してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。それではまた。